KIT 出場記念インタビュー、伏見達郎選手です。はい、伏見達郎選手、今回 KIT6 岩崎正弘推薦選手ということで出場決まりました。やったー、よろしくお願いします。伏見達郎選手、紫帯で全日本オープン優勝、紫帯で、全日本農業オープン優勝で茶帯昇格で、茶帯で、関西選手権出場、それが茶帯のデビュー戦ですね。です、そうですね、はい、ということでこの茶帯でのまず関西選手権、今回は他に3人いますね。はい、はい、どうですか。正直こう結構みんな調べたんですけど、うん、3人2人君は調べるタイプ。そうですね、結構調べたんですけど、はい、調べるタイプ。あんまり映像が出てなくて、あ、ということはじゃあちょっと情報もない、うん、そうですね、だけどやっぱ頑張ります。で今回じゃ あのフェザー級、はい、じゃあ2試合ですね。そうですね、はい、じゃあそこの意気込みをまずお願いします。そうですね、今年結構いい成績取れて、これ茶帯でこうデビュー戦なんですけど、やっぱりこうゲームも結構変わってくるじゃないですか、うん、フットロック入ったりできたりとか、うん、膝十字とかいろいろルール変わってくると思うんで、うん、そこに、まあ、しっかり対応した練習はもうずっとさせてもらってるんで、うん、しっかりそれを出すっていうで、ちゃんと勝ちにいきます。はい、おっす。じゃあその試合結果のコメントはこの後に入れたいと思います。おっす。めっちゃすごい緊張っていうか、すごい試合が怖くて、やっぱ韓国の方とレスリングで試合したことあったんですけど、ものすごい強くて、それで、あ、やばいかもなってすごい思ってたんですけど、自分の得意な形で最後終わることできて本当良かったです。いや、気合いで強い人お願いします。はい、ということで、関西選手権お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ということで、次の試合になりますかね、KIT6、はい、その KIT の前に何か出る予定ありますか。いや、特にはまだこう決まってないんですけど、まあ、1試合なんかでこう挟めたらなって、うん、じゃあもしかしたら何回出るかもしれない。そうですね、できたら出たいですね。はい、じゃあということで、じゃあその KIT に向けての、話になりますが、はい、まだ何も決まってません。出場が決まって対戦相手の何も決まってません、はい、今回はね、岩崎正弘推薦選手ということで、はい、もう一度頭に開催と同時にボンと出して、いや、もうなんかこう中井先生と岩崎さんと、はい、僕の並びが、そうですよ、すごくてレジェンド2人に若武者というか、そう、君はね、本当にもう、はい、俺も全然知らないんですよ。あ、だから伏見って名前すら俺調べて、で、達之助は知ってるけど伏見なんだみたいな、それもちょっとわからないぐらいだったけど、岩崎くんがもう自信を持って送り出すという選手なので、はい、もう対戦もう何も決まってないんで、はい、どういった選手と試合したいとかありますか。いや、もうその、一番強い選手、強い選手たいです、ね、うん、そうですね、茶帯で一番こう若くて強い選手だったら、一番強い選手がいいですね、うん、それはもうダニール浜崎なんですよ。ああ、そうするとカルペディウム同士になっちゃうんですよ。そうですね、ダニール君はライト、ライトです、ライトす、ね、君はフェザーか。そうなんですよ、ね、あ、じゃあもう一回級上は嫌だ。いや、まあ相手いなかったら全然やりたいんですけど、うん、僕の、ま、名前出したっていいですか。はい、いいですよ、名前もし希望が通ればトミー矢野君、トミー矢野、ドミ君とか、僕2回過去試合してて、同期の帯で、はい、青帯の時ですね。あ、じゃあ何年前ですか。2年ちょっと前ぐらいですかね、青帯上がったばっかと、あと全日本農技の、はい、決勝なんかでやってらしてもらったんですけど、うん、どっちもその時、うん、こう、一本負けして、あ、負けてる。そうなんですよ、どっちも負けてるんですけど、けど青帯ってことはもうペーペーじゃないですか。そうですね、まだ僕のこのスタイルも完成してなかったんで、ね、お互いまだ売り出し中っていうか、まあ、トミーもだって青帯の時はガンガン試合出てましたからね。じゃあその時に当たってるんですね。そうですね、あの時に2回、あ、けどじゃあ当時は君は東京在住、そうですね、東京時代、はい、の、じゃあまだ何者でもない時ですね。そうです、カルペディウム三田にいた時ですね。そうです、だって君だって本当に出てきたの最近ですからね。そうですね、ね、売り出し中になったのは本当最近ですよね。そうですね、全然だから、その、だから俺本当当時は全然本当知らなかったんで、
で、まあ、その時にじゃあ負けてるのが富谷の。そうですね、その、まあ、富谷君あんまメリットないと思うんですけど、やっぱ受けてもらえたらやりたいですね。じゃあ過去負けてる、じゃあ2度負けて3度目の正直。そうですね。または2度あることは3度ある。いや、そうなんですよね。ちょっと怖いですけど。え、けど、いや、今結構そのチャオビンだってね、今度デビュー戦やってどうなるか分からないところにありつつも、はい、もう負けは恐れないと。そうですね、負け、そうですね。いや、まあ、だってあえてだって強いのってやりたいって言ってるわけでしょ。はい、そうですね。トミーはだってチャオビンのフェザー級ではもうワールドクラスですよ。いや、もうこの前もアブダビーねえ、ワールドプロでも入賞しますし、で去年だってね、ワールドプロでバルタクでも入賞してます。あ、そうか、そうですね。そうなんですよ、で賞金も持ってますからね。おー、いいっすね。じゃあトミーやのとぜひやりたい。やらせてもらいたいですね、トミーくんが OK 出してくれる。トミーくん、はい、じゃあトミーくんが第一候補みたいな感じで。トミーくんお願いします。はい、ということで、じゃあそれと、そうですね、じゃあもうトミーがもし NG だったらフェザー級。そうですね、あのペドロ中野選手とか、ドゥンガ、あれチャオビフェザー、チャオビフェザーです。この間もブルテルオープン優勝しましたよ。あ、ギレルメ選手は、あれ紫チャーでしたっけ。ね、ギレルメ中川はですね、あのライフェザーかな、フェザーライト、あ、フェザーですね、フェザー級で相手いないとライト、うん、でチャオビでしたっけ。そうなんですよ。したらけどその2人ともね、 MMA やってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、 MMA やってるから。知らなかった。そうなんですよ、あのペドロ中野は、エボックス、はい、ギレルメ中川は盆栽、うん、で2人とも今 MMA にやってて、だからなかなか呪術の方は出てこない。ね、けどね、ギレルメもはね、今年の全日本、まあ、紫で優勝して、それでチャオビになって、はい、な、夏の、ブルテリ、ドゥマウインターナショナルで優勝しましたね。で無差別は、ムリーロとクローズアウトみたいな感じで、で、はい、ドゥンガの方は、ドゥンガは、この間の、ドゥマウインターナショナルで優勝して、で、チャオビになって、この間の、ブルテラオープンも出てた。その前もなんか出たんじゃないかな。あ、あれだ、KIT の前の日にやった東京でやった大会、そこでも優勝してますよね。全日本オープン、ね、オープンでも優勝してますよね。多分それがチャオビデビュー戦じゃないかな。へぇ、チャオビ優勝してる。そうです、だからチャオビの今フェザー級結構いますね。そうですね、そう考えると。いや、全部日系ブラジル人じゃん。その辺でもやりたいです。ペドロ中野、だからこの間ファビーニも上がりましたよ。ファビオ原田、あー、はい、横山武史と MMA の激戦を繰り広げた。もうあそこ全部日系ブラジル人、ブラジル対日本唯一のやりたいですね、ぜひ国際戦、はい、じゃあそこら辺の人を片っ端から当たって。そうっす、お願いします。もうやりたいけど、みんな交通費かかる人たちばっかりですね。いや、そうですね。はい、いやいやいや、けどディープハーフクラブチケット売ってくれますからもうディープハーフクラブに乗っかってきますよ。もう総帥の岩崎雅宏、もうここがもうバーンと解説で来てくれますから。あ、そうですね。いや、だからこの間の福島くんも、はい、もう下馬評通りのもう実力不しゃぶりを見せて、まあ、肉薄しまして、負けたとはいえ、うん、あの試合がベストマッチって言われましたから。あれすごかったっすね。いや、そうですよ、やっぱね、福島選手はね、東大柔道部っていうその肩書きを引っ下げてね、柔術転向して、で、足に来て揉まれてプロの柔術家として今やってますから。いや、本当福島さん強いんですよ。そうですよ、やっぱ柔術っていうと、だから最初の一発目って、だから君は柔術と農技、だから俺の中では農技のイメージがすごい強いんだけど、やっぱ柔術もやっぱやってる。そうですね、本当はでも農技の方が得意です。もともとレスリングがこう入りなんで、で今回はギアリの試合ですよ。でもそこもしっかりできるように準備はしてるんで今、はい、どうですか、はい、サボンリー大丈夫ですか。サボンリーは、まあ、前の試合見てくれた人は結構分かってくれてると思うんですけど、うん、結構いろいろこう、うん、ディープハーフからの決め技とか、うん、もういろいろまだその種類があったりとかあるんで、うん、そうですね。あとはまあ僕得意な技も実は今まで出してこなかったんですけど、お、一応隠し技必殺技1個あるんで。お、1個だけある。あ、じゃあそれは、関西選手権は出さない。いや、出すから出す。お、出すから出す。あ、自ら手の内公開する。お、いいじゃないですか、いいじゃないですか。まだそうですね。隠し技じゃない。そうですね。特
してないです。隠してない。いいです。全てさらけ出すスタイル。そうですね。いや、いいんじゃないでしょうか。だけどそれ結構出していけたら、ね、出していく。お、いいですね。はまるかちょっと分かんないですけど。じゃあぜひともね、もうそこがこれだっていう技を。で、岩崎正弘、ディープハーフ。やっぱね、強い選手にはね、もう分かってでもかかる技があります。はい、そういうのを持っていると。あとのもう3ヶ月でもっと仕上げて、はい、で当日しっかりバチッと決めれるように頑張ります。はい、ぜひぜひ。まだ対戦相手すら決まってないですが、出ることだけは決まっている伏見達之助、出ます。はい、こちらの方ね、ぜひぜひ伏見達之助応援してください。もう前回の福島誠也に引き続き、もうこの第2弾ですから、ディープハーフクラブからの刺客、もう東京に殴り込んできますから。いや、今日東京出身ということですからね。あ、そうそう、逆輸入ファイター的な、もう往年の須藤元気を見るような、ちょっと逆輸入ファイターぶりをね、東京でね、暴れてくれると思います。伏見達之助、この伏見達之助が出場する KIT6 無観客配信大会です。こちらの方ね、よろしくお願いします。2023年3月5日日曜日、都内某所で、お送りします。前売り3,000円、当日3,500円です。ぜひともね、購入際には達之助頑張れとメッセージを入れてもらえれば、その分の売り上げの一部が選手の方に還元されるシステムになっております。 KIT なんてね、威張ってますが、あのファイトマネーの方が非常に安いもうところでやらせていただいてるので、そうやって感じでね、激励賞とかスポンサーとかね、もうぜひパッチをつけて応援してくれというようなことがあれば、もうぜひぜひやってください。そうやってね、もう選手の方に付加価値をつけて、やっていければと思っておりますので、そちらの方もね、よろしくお願いします。お願いします。3月5日2023年度一発目の大会になりますね、 KIT の方は。こちらの方をね、伏見達之助応援してください。ぜひぜひ頑張るんで、はい、もういろんなもう刺客を送り込んでいきますので、そちらの方もご期待ください。見てください。じゃあカメラに向かって意気込みの方お願いします。いや、もうこのあと3ヶ月間、3ヶ月ぐらいですよね。3ヶ月、4ヶ月ちょっと、3ヶ月か、4ヶ月はないです。4ヶ月ないですね3ヶ月、ごめんなさい、ちょっと 声が変わって、はい、3ヶ月ぐらいで、あともうしっかり完成させて、もう最高なものを仕上げて、でも本当に KIT に向けて今もしっかり練習してるんで、はい、そのあのこの出来上がりを見てください。はい、はい、で、僕の名前を入れて応援してください。よろしくお願いします。